はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのアニバーサリースペシャルガチャを引いていきたいと思います。デビューキャラとして、パワプロ2018の彼女キャラですね、まなみちゃんが登場してます。で、2周年記念のガチャになってますので、50連目を引くと SR 選択権がもらえるという形になってます。で、 SR 選択権がねかなり、有料キャラばっかり揃ってるので、まあ、これはね、欲しいキャラがいたらぜひ引いておくといいと思います。まあ、サンバ新島ちゃんとかね、赤原七重、水月バレホムラちゃん、日野ナヌーク、ナイトメールさん、水着のひじりちゃん、浦田雷のみさん、桜沢須藤、三田村くんパピオン、アスネちゃん、スザク、サンタ立川、神楽坂くんと、いうところからもうこれ選べる形になってるんで、まあ、本当に自分の、欲しいキャラを引いていけばいいと思います。ちなみに自分はね7位持ってないんで7位が欲しいんですけど、7位が欲しいんだけど、まだそのなんだっけ、7位とサンバ新島ちゃんが出るガチャが日付的にはまだ残ってるんだよね。こっちパワプロ2018発売記念ガチャで、ここもねバナーキャラとして7位とサンバ新島ちゃんがいるんでちょっと悩んでますね。まあ、とりあえず今回はこのアニバーサリーガチャを引きます。まあ、スペシャルショーっていうのもあって、こちらはバナーからね PR 以上1枚確定で9回引けるんで、まあ、こっちとこっちは、両方引いていきたいと思います。まあ、じゃあこのままアニバーサリースペシャルショーから引いていきますか。で、これは単ガチャで9回まで、PR 以上が1枚確定バナーキャラかなというところで、ここでまあどっかで SR が出てくれると嬉しいですねというところですね。いきましょう、1回目ポン。まあ演出は見ていきましょう。尺稼ぎのためお、ココロちゃん。まあこれは本当にでも開放用かね。俺ココロちゃんとかね、国樹くんとかも持ってないんで、これはもうダメかな。おお、振袖みやびちゃんいいね。振袖みやびちゃんもねPSR があるとねすげえいいんですけど、まあもちろんね SR45 でも全然強いんですけど、 PSR のねフラゴ50はほんと化け物なんで。おお、またみやびちゃんいいねいいね。みやびちゃんが解放できるのはねほんと嬉しい。サナちゃんとかは今プラ3あたりなのかな。おっ、グググが来たけどあれ今何回目、コクジュ君ってか、コクジュ君初かPR 自体が、5回目ですね。まあ、俺としてはクリソデミヤビちゃんが一番欲しいかな。この中では解放を進めていきたいね。うん、コクジュ君ちょっとなんか偏ってんね。最初ミヤビちゃんが出てコクジュ君が連発して出てみたいな。SR は来ないねやっぱり。でもココロちゃん、7回目あと3回、789ポン。なんかもはやさ9回連続引いても5、1回1回じゃなくてそれでもいい感じがするけど、まあ、尺つなぎにはいいよね、こう1回ずつ引くって。みやびちゃん何枚出た今全部で。結構出たよね。あと1回引けるのかな。じゃあラスト9回目。こういう演出でねもう虹が来てくれるとすげえ嬉しいんだけどね。まあ特に何事もなく解放用ですね。まあ、ただみやびちゃんが結構ね出てくれたんで、みやびちゃんのレベルを上げていきましょう。で、次はアニバーサリースペシャルの台ですね。ここ10連目は SR1 枚確定になってますと。まあ、特にバナーキャラから出るわけではないので通常キャラも登場してきます。お、2枚入ってる、いいですね。青バカ、まあ普通のあれだからね。
葵ちゃんか。葵ちゃんはね、PSR の野球マン1号の開放用に、まあ、使っていきますか。PSR の野球マン1号が今ね、プラ4なんで、あと1でね、プラ5の50が作り出せるんで。で、2回目も SR が1枚確定ですね。ここも、常設キャラも含めての SR 出現になってるんで。犬川か。あれ、俺犬川って持ってたっけ。あ、持ってるよね。そりゃニューになってないからか。結構最近手に入れたのか。まなみちゃんの PR てかここなんかしょぼいな。まあ昨夜の PR があるくらい。あ、でも振袖みやびちゃんの R も出てきてんのか、まあ、マキシマムとかはねもうちょっと使ったことがないくらいいらないっていう感じだからな。で、3回目はバナーから SR 確定ですね。いきましょう。ここのバナーキャラが誰が出てくるか。1枚バナーのみ。おー、バナーみちゃん。お、またバナーみちゃん R だけど、 R とか1枚だけ手に入ってもね全然開放には使えないけど、またマキシマムが出てきたよまあ別にいいんだけどさ、ここら辺はもうミキサーするから。まあミキサーはね、ミキサー祭りが始まった時にミキサーする方がお得なんで、ボックスの中に置いときます。ボックスって何、プレゼントボックスね。本当にこういうガチャ引く時は通常のボックスはもうね満パンにして来てます。結局1枚か。バナーキャラ、おー、振袖みやびちゃん、いいねいいね。また PR の振袖みやびちゃん、これどこまでいけるかな。まあ、大丈夫博士像とかもねちょいちょい溜まってきたんで、振袖みやびちゃんいけそうだったら上げていこう。で、5回目になります。おまけ付き、ここはおまけ付きなんで、SR キャラは別に確定ではないですね。まあ、ただ PSR の出現率が5倍になって SR の出現率は2倍になってますと。こういう時にねなんか出てくれないと超悲しいよね。なんか出てくんなそうだな。あー、でも入ってるか。これは入ってるやつなんで1枚。しかも最後かまあいいけど、やべえとか2枚出てきた。おお、まなみちゃんだね。で、SR選択権が届きましたと。で、チケットの方がね、まあ割と溜まってはいるんだけど、ここら辺も全然使ってない。アニバーサリーチケットは全部ちょっと回収したところでまとめて使っていきたいと思います。あ、そっか、選択権は、あれ、選択権ってどこなの？一回回収しないといけないの？ちょっと見てみよう。プレゼントボックス。あ、ここだね。はい。まあ、さっきね、キャラは確認はしたんですけど、一応チケットの画面でも見てみますか。これか。ガチャを引くことができません。悲しすぎる。じゃあ1体送り込む、イベキャラのボックスの、まあ、誰でもいいんだけど、とりあえずここら辺にいるやつ、倉庫に送り込んで、ガチャ券はね、このボックスが開いてないと引けないっていうところが、まあ、なんでなんだろうっていうよくわかんない仕様にはなってますね。だからね、倉庫とかもあんまりね、ミキサー用のキャラを置いときたくないんですよ。いっぱいになっちゃうから。で、欲しいイベキャラを選んでくださいということで、まあ、候補はね、もう7位なんだけど、7位どうしようかな。あっちのパワープロ2018発売ガチャちょっと引いちゃおうかな。まあ、今石足りないからまた別で考えるんですけど、まあ、サンバ新島ちゃん7位はそうだね、2018
発売記念ガチャを引いた後にこの選択権考えましょうか。というところで、じゃあ今回のガチャはこれで終了する？ちょっと待ってね、解放やっていくかちょっとごめんなさい、解放やります。解放用を揃えて、またボックス画面に行きたいと思います。はい、じゃあボックスの方ですね。今回は振袖みやびちゃんを解放していきましょう。ちなみに俺振袖みやびちゃんプライチだったまだで、やっぱテーブルがね、改めて見てみると強いよね。35でタックボーナスついて、精神ボーナスついて、練習効果アップ15はまあ通常についてて、でタックが60なんでこれで80になるでしょ。で精神ボーナスに、37で技術ボーナス4、40だと技術ボーナス8で、45で試合経験点ボーナス10と、本当に解放すれば解放するほどみやびちゃん強くなっていくので、まあ45にはしたいんだけど今回は無理で、とりあえずね PR がこんだけありますと。 PR のプラゴをまず作り出しましょう。1、2、3、4、5、俺はあのプラゴを作り出す派なんで、解放は確実に解放していくと。でこのプラゴ と、さっき手に入れた、SR を食わせれば、まあ、最悪でも3にはなるということで、精神ボーナスが8つくということになりますね。じゃあプラ1の、PR プラゴ、これを食わせましょう。まあ、まずね1解放するか2解放するかをちょっと試します。ビヨーンと、おお1しか解放しないまあしょうがない。でここに、SR を食わせればとりあえずプラ3になりましたと。ここでね PR プラゴで2解放すれば、あとね PR が1枚余ってるんで、まあ最悪大丈夫博士道を突っ込んでプラゴにしちゃおうかなとも思ったんですけど、ちょっとプラゴまでしか、あ、ごめん、プラ3までしかいけなかったので、まあプラゴはまたの機会ですね。とあとそうこれね、福水竹明くんっていうのかな、あの早期購入特典で、手に入れたキャラで、まだ使ってないのでね、次はこのキャラを使って、サクセスの方をやっていきたいと思います。ちょっとテーブルの方だけ確認していくと、35で、タックと骨イベント筋力ボーナス8なんですけど、もともとのタックがね50しかないんですよ。で35だとこれなんですけど、解放すればねどんどんタックとかが上がっていく人になって、まあ、ちょっと珍しいテーブルですよね。37になるとタック60ついて、40でタック70がつきますと。で45になるとさらにね練習効果アップ20がつくので、こいつはもう解放すれば解放するほど強いキャラですね。で、得意練習は球速で投手ですね。でコツはキレ、重い球、打球反応をくれます。威圧感はまあくれないんですけど、で折り辺でブレッドシュートがあって、ブレッドシュートもイベントでもらえるのと、あと金徳は脅威の切れ味だっけの選択性になる感じになるのかな、まあ、というようなキャラクターになりますので、まあ、次回はね、このキャラを使ってサクセスをやっていきたいと思います。というところで、じゃあ今回はこれで、終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターの方、フォローしていただければ幸いです。